今日はこんな感じでやっていきます。ドンです。けいちゃん&てっちゃんのドン始まりました。今日は楽曲制作をしたいと思います。これはね、あのライブっていうソフトで今ドラムの音を走らせて、けいちゃんがベースを弾いています。でこの弾いた音がこの画面に入るわけです。ちょうどこれ録音されてますね。OK です。これ今も録音された状態です。これはあのいわゆる1トラック、トラックってやつですね。これベースのトラックです。あのよくバンドでベース、ギター、ドラム、ボーカルあのっていう構成でやってる人らが多いと思うんですけど、そのトラックはまあ単純な4トラックっていうトラックで作られてます。でも普段曲を作るときはこれ以上にいろんなあの音があって、その音一つ一つがトラックで、まあメジャーな人たちになると100トラックとかすごい膨大な量になります。今日はまあでもあの簡単にこういう感じで作ってますよっていう感じでやります。けいちゃんがね今度はギターを弾いてくれてます。ギターの音をこれに重ねていくわけです。ギターのトラックっていうことですね。ちなみにこれはあの楽器できる人だけなんで、僕とか楽器できないんでこういう風には曲は作れないです。それはあのまた後ほど。じゃあ楽器もできへん、楽譜も読まれへん、そんな人はどうやって曲作ったらいいの、方法があるんですよ。まあヒップホップ独特のあれなんですかね、そういうのって。まあそれは後ほどってことで、こうやってね誰でももうあの簡単に楽曲制作ができる便利な世の中になりました。その分あのキャパシティが増えてると思うんで、あの切磋琢磨せなあかんっていうわけなんですけどね。ちなみにけいちゃんは昔からこういうことをやってるんで、一応大阪界隈では第一人者です。じゃあ今日はこれで最初の1曲目やります。じゃあこの早速作ったねビートを使ってなんか即興でねやりたいと思います。これを踏むとねビートの音が途切れるんですよ。1、2、3、4、あれ踏むとこ間違えてますね。こうね、踏むとね、っていう風にね、あの踏むとこうちょっとこうメリハリをつけれるという、よくあの DJ がやるこのターンテーブルのミキサー、 DJ ミキサーでこうフェーダーっていうのがついてるんですけど、それをこうね、音をピッて切ったらまさにこういう風になるんですよ。じゃあちょっと なんかやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、あ
半即興で始まったこんな感じで KG が作った音、やばいページめくるかのように髪の KG を受けてまたラップしてるかのような感覚、難なく決める短絡できて言われようが半端なくビートがそこら中に飛び交う、マジやばいサバイバル、音でつながる音ほんとつながる、暗がり照らす光となりますように、要するにこうする仕方ないとビートの上でディードまたビートが鳴ってるきっと心の中で頭の中でどっかでも世界中で鳴り続けてる音、音楽で難なくて感覚ワンパなくてあんたかんと走ってく、広がるこのリズミカルで音つながる、本当どこはどこ、現実逃避してるからどうしたって easy easy 今日もシンキンスモーキンでも音広がっても適当にまたフリースタイル、 KGK とまたラップ KGK とまたラップ、マルサからラップラップ、マルサからラップラップ、クラップのリズムに合わせてまた適当に言葉並べてる、ほらどんなどんな音でもどんな乗り切ってラップかましてくような、こうやって遊べる、これはライブというソフトです。わりかしこういう風に即興でなんかをやるときには扱いやすいソフトと言われています。僕はちょっと使ったことないんで全然概要がわからないんですけど、知らせる言葉そこら中からもどこか見たことないような景色見るためにほら高める自分の自知識、過剰気味でも他人が言うことなんて興味なし、話にならんくらいどこら中からボドボドビニャ、適当にまた食って出てきな、リッテテテテテ的に本当のブランケットは言葉自動ゴー、即興ランセットランディと何を持ってるから音でも先な、ハハーバーって笑ってるからとさんで何年とてのなるホーミー、今日もそこら中から鳴ってる音がそこら中からもどこあんて即興こんな速攻で速攻でどこんでノッコン、あああああまたまた叫んでるほらほらマイク持つと自由自在に飛び交う、そこら中から音が聞こえてくる、くるくるグループ生み出す、またケジゲット生み出す、わわまたケジゲットラップ、わわわわケジゲットラップ、マルサからラップ俺のラップ、ユーストリーム通してラップ、ケジゲット二人でラップ、テンション上がってまたクラップ、叩くこのリズムに合わせる、自由自在に言葉あやつる、マルサ。
ちょっとねこう今日作ったビートで今日はちょっとやってみました。はい、これさっきね即興でやったんですよ。で今まさに歌いながら弾いてたんですよ。はいはいはい、この辺やります。はい、今日は立ち位置が逆ですね。あ、気になる。いや全然大丈夫です。いや大丈夫です。なんかいつもそっちに出るから違和感が。はい、今日は BGM もかかっております、ね。あ、 BGM がないですね。そうですね、はい、だらだらまたやってるわ。いやまあでもだいぶね、うん、音楽やってますよ僕たちっていう感じが出てきていいんじゃないかと思うんですけど。で今日のシリーズはあれやろ、制作編。そうですね、制作編ですね。まあこの間からずっとこうもうちょっとね音楽的なことをしましょうっていうあれで、はい、ね、スピーカーのことをやったり、はい、マイクのことをね話したり、はい、ライブの構成やったりとかね、はい、そういうのして今日はね、音楽をやってるってことでどうしてもこう持ちネタというか、うん、自分の曲オリジナル曲っていうのをねどうしてもやりたくなりますよね、うん、やってたら、うん、その例えばバンドとかだったらコピーバンド、まあ、確かにそのかっこいい曲を演奏するのも気持ちいいんですけど、うん、やっててねやっぱこうオリジナリティを出したいっていうかっていう時一回来るよな。そうなんですか。そっちですか。もう俺も別にオリジナル作りたいと一個思えば、いやもうそれやったからですよ。それやったからなんですよ。一個もやった。例えばその若い子とかやったら、うん、やっぱその最初は模倣から入るじゃないですか、うん、でやってる間にどうしても自分たちのものを出したいってなるじゃないですか、うん、こんなんあんねんとか、まあ、やってるうちにそういうちょっとメロディーが浮かんだりこんなこと言いたいとか、うん、あるじゃないですか、うん、まあケイジさん歌い手でもないんでこんなこと言いたいとか多分ないとは思うんですけど。じゃあ最近ちょっと歌い手になったろかな。あ、マジっすか。40超えてからの。いやいいと思いますよ。誰でしたっけ、青森かどっかのマゴ、うん、マゴを歌ってた人知ってます。知らん。マゴって曲知ってます。知らない。演歌のなんか100万枚売れたんですよ。へ、演歌ですごい。なんかもともとは自主で出してみたいな、でその人はそれが初めての CD デビューですかね、うん、初めてだったかな。まあでもなんか全然世の中で知られてなくてっていう、うん、はい、で紅白も出たんじゃないですかね。あ、 その曲で、そう、もともとはなんか農園やってある人で、うん、まあお金持ちみたいなんですけど、うん、話戻そう戻そう戻そう。そうですね、だいぶそれましたね。だいぶそれだから。レコーディングやな。はい、じゃあレコーディングちゃうわね。制作やな。そうです、ビートメイキングです。そうやな。で制作現場を、制作っていうのもいろんなパターンあるやん。はい、なんかな、俺な、またこんな尖った言い方になるのかな。じゃあ制作ってみんな一つ自分のやり方はこうって決めつけてる子が多いけどな。はい、もういろんな制作の仕方なんか。ああ、そうですね、まあ10人おったら10人とも違いますよね。違うやん、はい、そうやん。でもなんか制作してたら、あいつはないして作ってる、こいつはこないして作ってる。ああ、いろいろありますよね。だからまあ面白いですね。だからその十人十色のね、うん、音の質感がちゃうかったりしますもんね、うん、それにこだわりすぎちゃって俺は思うねんけど、はい、どっちともできた方でええんちゃう。あ、まあ、それはでももちろんそうですよね。例えばそのね、こういう楽曲制作をするためのツール、うん、まあこれやったら DAW、 いわゆる DAW ってやつですね、うん、ラップトップで作る、うん、ソフトもあれば、アナログ機材でその作るね、うん、例えばシンセサイ、まあこれなんかまさにそうですね、ギターベースでね、打ち込まずに作る方法やな、この人はな。そうですね、打ち込んで作る方法もあるし。そうですね、いろいろその人の好みにもありますよね。そのとか、まあ例えばクライアントがいればその人の好みに合わせて曲を作るっていうこともしていかなあかんですもんね、その曲を作って提供する側になった時に。俺はもうそっちの方行きたないな。なまあまあそれはね、うん、もうケイジさんは音楽は自分が楽しむためにやりたい。できへんのちゃうねんで。もうやりたない。今それはね、さっきも言ったようにあれですよね、これができて、うん、あれもできた方がいいって中で選択肢の一つとしてっていう、あれですね。例えばその楽曲制作できて、それをまあお仕事にしてたけどちょっと疲れてしまって、そうじゃない生き方もしたいなっていうあれですよね。そういうのもあってな。はい、それも選択肢の一つですよね。たこ焼き屋の方で。で音楽はまあ自分のためにやりたいっていう。な、
変な選択を俺はしたんや。いやまあそれはね、あの KG さんの選択なんで誰にも責めれないとは思うんですけど、はい、その人のね音楽でご飯を食べたい人は一生懸命そこに向かって頑張ればいいと思いますし、そうじゃなくて音楽は一緒趣味でええねんっていう人はね、仕事しつつ何かね音楽を自分のためにやるっていうのも一つの生き方だと思いますしね。はい、この後何すんのって言ったの？この後そうですね、まあ今日さっきはこのこれここの中で即興で弾いていただいて、うん、即興で、ね、作って、まあこれも楽曲の一つっていう、うん、さっき言った僕らそのさじゃああのなんですか、楽器を演奏できない人はどうやって曲作ったらいいねっていう、うん、それをちょっとやりたいな、うん、今から、はい、これならまずもう一回セッティングし直すっていう形になるよな。あ、そうですね、だからここ一回と一回区切り入れようか。はい、そうですね、今日はその1その2がありますよ。その1、じゃあその1はとりあえずここで一旦あの終了します、切ります。もうちょっとしたらその2やります。